うん、1個目おめでとう。おはよう。ルカキママ寝てます。レナはなんか寝れんかった。寝れんかったから起きてます。公演終わりですけど、かきれないつもこんな早く配信してる。こんな早くから配信してます。寝てないです。あ、桜が降ってきた。桜が降ってきました。桜が降ってきた桜が降ってきたって言おう次から。なんかギフトに反応しないんですけど私。けど桜は可愛いから反応してみる。一人でっていうかさっきお母さん寝た。おはよう、元気だよ。やっぱり朝は全然誰も入ってこないっていう。うん、桜が降ってきた桜が降ってきたなんかおもろいな、桜が降ってきたって。でも降ってるもんねこれ。桜、ママもさっきまで起きてた。マジさっき寝たの4時半とかじゃない。あ、団子が飛んできた。ガキレナいつも頑張ってて偉いね。じゃあレナのこと好き？好きって言って。レナのこと好き？じゃあ違うでしょ。レナが一番じゃないよね。お、制服の上公園楽しかった、よかった。あ、桜が降ってきたあ、桜が降ってきたよ、桜が降ってきたよこっちだけ割れるんよねいつもハートが飛んできたよ、キラキラが飛んでるよ。今日前髪きれくない？今日結構きれい方やと思う。乾かしながら思った。昨日配信待ってたね。思った、昨日配信来てないよね。悲しみだったよ。あ、桜が降ってきた桜が降っております。揃ってるよね前髪。ここだけ見たら綺麗じゃない？ちょっとここが割れてるけど癖で。綺麗だよね、キラキラが飛んでるよ。綺麗だよね桜が降ってます。桜が降ってきたよ。今日はクロミちゃん寝てるの？クロミちゃん今日はお休み、寝てんの綺麗ないつも綺麗で可愛いよ。え、好きって言ってくれないの？好きじゃないの？好きじゃないの？降ってきた、涙袋ね寝起きドッキリ行く桜だキレの好きだよ、キュンキュンそう、前髪整ってたらクロミちゃんはお休みです。そうなんですよ、クロミちゃん寝てます。それも寝とるわ。鬼伝、鬼伝、そういう時は鬼伝です。ね、アホ毛がね飛んでるよね、たくさんいっぱい。寝てないです。
朝から可愛すぎません？じゃあ好き？レナのこと好きですか？朝から可愛いから好きですか？好きですか？朝から可愛いからレナのこと好きですかね。好きじゃないですかね。どっちですかね。いや欲しがってないよ別に。別に欲しがってないけど、欲しがってないけど、まあみんな好きって言いたそうだから、なんか言わしてあげるみたいな、言わしてあげるっていう感じ、なんか機会をあげようみたいな。寝ないで何やってたの？なんかいろいろ食べたり飲んだりしてました。お母さんと話しながら。通知で起きれなかった。起きてんじゃん。何で起きたの？逆に好き言っても読んでくれないじゃん。確かにみんなから好きとか可愛いって言われてもね、読んだことない。あんまり読まない。知ってるよ精神。言いたくても言えない自分のために言ってくれるかぎり優しすぎるよ。ただの言い訳なのに優しいって言ってくれた。好きじゃんもう。俺が好きなの知ってるじゃん。そうそうだよ、みんな好きじゃんレナのこと。自然に目覚めて、おお好きじゃん。好きじゃんレナのこと。好きじゃん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 。家でのんびり過ごすの？今日はいいじゃん。今日って休みなんだっけ？祝日なんだっけ？なんだっけ？飲んで食って酒飲みでやることじゃん。食べるといけ寝れなく、それな、寝れなくなった。笑ってる。いつもみたいに笑ってる。休みなんだ今日。祝日か。5時に起きる癖 になってきた。あ、おはよう。シャキシャキおはよう。早起きしたら好きなの？嘘好き。駆け引き？今日は祝日ゆっくり配信が見られるのも書き連のことが好き。そうだよ、好きだから。好きだからです。春分の日ラストチャンス。ラスト、かきれの独占してください。切れ皮ですか？知ってます。馬が似てるけど、かきれのに似てるってこと。呼び方が似てるね。あ、レインボーの星が流れていきました。レインボースターが流れていきました。そう、みんなのことを洗脳する。朝から好きじゃんって言って好きじゃない人まで好きにさせるっていう洗脳。かきれな教です。で最近のモバメかわいい。好きじゃん。好きじゃん。最近のモバメかわいいは好きじゃん。今日晴れ時々曇りなのも綺麗なが好きだ。好きなだからだよ。そうだよ、好きじゃん。晴れ時々曇りは好きじゃん。気づいたら大好きになってる配信好きじゃん。好きじゃん。いや洗脳じゃないよ、みんなが好きになってるだけです。好きじゃん普通に。あさレナ好きじゃん。あ、桜が降ってきました。パラパラ。
なんかそんな気になってきた。いや好きなんだよ、そんな気っていうか好きなの、好きなんですよ。はい、知らなかったんですか、逆に。逆に気づいてなかったんですか。今日寒いよ、好きじゃん好きじゃん、今日寒いのさすがに好きでしょ。あ、桜がたくさん降った。桜桜桜おはようございます。おはぴよ。あ、テロップになんか入れとこ。え、待って、テロップ入れたのに。最初の漢字な、どういうこと。リーナさんの名前の最初の、え、どういうことだろう。杉本リーナさんの話、違うリーナさん。寒いイコール好きじゃんって感じ。地球も限りなくそうだよ。てか宇宙ね、地球レベルじゃない、宇宙が好きなの、レナのこと。すぎじゃん。え、どういうこと。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。すぎってことやろ。え、どういうこと牛丼食べるの好きやじゃん好きやんってことやん。じゃあレナのこと好きやんってことやん。牛丼食べるなら好きやん、それ。好きじゃんじゃなくて好きやんって感じおはよう。早いよね、おはよう好きやんって感じかな好きやんって感じですね。エリーヌさん仲いいよ。3万光年前のカノトからかきれのこと好きだから、それ嘘じゃんそれは嘘じゃんキノココミン可愛かった。可愛いよね、可愛いけど、可愛いけど俺が一番だからおはようも好きやんってことな、嘘みんな好きじゃんって感じだよね、普通に考えて、普通に考えてみんな好きじゃん、普通に普通に好きじゃんこちゃん背高いよね、スタイリー、スタイリー良さげです。昨日の公演どうだった、みんな的に。楽しく見れたかな、 DMM の人とかも。どうだろう、楽しかった。楽しかったですかね、どうでしたかね。朝配信やってると見えるよね、好きじゃん、好きじゃん。え、お弁当作り終わったの、偉いね今日も朝から、本当に本当に偉い。見れないんだ、仲間の歌のレナ、よかった、ういー、ありがとう。何の話、寝た。まあ、12時過ぎてから DMM 更新されるからね、実はまだ見てない。ダメじゃん、ダメじゃん、じゃんそれ、ダメじゃん
美人面ではないね 100%、うん、まだ見てないかちょっと12時超えてからアーカイブっていうのかな、結構な。はなはなね、寂しいよね。ただ聞いてたけど楽しかったよ。おーよかった。じゃあ私のマーテイルも音だけ聞いたのかなレナのマーテイルだけでも。コアちゃん見て安心して寝たのよ。いやいやいや、レナハちゃんは、レナハちゃんはどうなんですか。最後の方は見たんだ逆に足大丈夫かなって思った。え、嘘、足映ってた、テーピング。そんな DMM では気にならんかったのやけど。綺麗なの MC よかった。嬉しい、やった、好きじゃん綺麗なの MC よかったって思うのは好きじゃんおはれな、友達が昨日制服入って、嘘、好きじゃん、好きじゃんそれ。レナハちゃん目覚まし、いやそれ好きじゃないじゃん甘ってるいい感じだったんじゃない、多分。おはれな、その友達に書き入れなしよりも面白いぞ、おもろいぞって勧めといた。優秀だね、好きじゃん好きじゃん、レナのこと好きじゃん普通に。メガネしまうときマジ焦った、やばいこれ間に合わないと思って。前回失敗したから今回間に合わせないと絶対に、やばいと思って、はい頑張りました、セーフでした。みんな好きすぎて困っちゃうよ俺のこと。なんでみんなそんなに好きなの。おはよう、テーピングスポーツ受賞者まあでも制服の目ってマジスポーツぐらいね、あれだからね。昨日マジ膝だけじゃなくて腰にもテーピングを巻いてもらって、今日も腰が痛くて寝れなくてさ。面白い子が好きなんで、好きじゃん、好きじゃん好きじゃん、好きじゃんって感じですね。はい頑張ってて偉いね、好きじゃん片膝を見送りだった。え、マジさ、膝見てほしい。え、ちょっと 見える、ちょっとやばい、危ないか危ないわ、ちょっと短パンだから危なかった見えないか。めっちゃなんかさ、左足ついてないはずなのにあざができてて、なんでなんだろう、いつできたんだろうっていう、なんかあざがねあった、たくさん。意味がわからないところで覚えてない。トレーナーさんにテーピングしてもらった、いつもいる7時のこと7時半ってこと。友達は MC が面白かったって言ってた、 MC 面白かったっつってたんだ、やば、みんなやばいじゃん、好きじゃんみんな好きじゃん。味噌カツ聞いて、待って待って待って、みんなにさめっちゃ話したいことがあるんだけど、昨日、ちょっと待ってこれ朝配信で言っていいかな、全然いないけどレナファンが何やってんだおめえ見せながり見せながりって言わないであ、赤いの見えた、嘘、いや全然大丈夫だよ、途中でね送ってたね、味噌カツ食べたんだ。じゃ味噌カツで思い出したんだけど、あのね
え、待って、急になんか画面明るくなったんだけどなんであのね昨日世界の山ちゃんに行ってきたんですよ夜ご飯にで、味噌カツ食べた味噌カツも食べたし、あのなんだっけ、手羽先も食べたし、ポテトも食べた、サーモンも食べたなんかめっちゃ食べたお母さんと二人で行ったのにめちゃくちゃ食べました。手羽先美味しかったけど辛かった、ちょっとだけ辛かったです。満喫した。え、マジ昨日だけでマジ名古屋飯めっちゃ食べた。安かったのかわかんない、食べ過ぎた、普通に食べ過ぎて安かったかわかんないポテトも食べたし、でもいろいろ食べ過ぎた普通に食べ方、え、なんかわかんなかった。ビール飲んでない、コーラ飲んだあのね、あれだった、瓶のコーラで最高だった。マジコーラって何でも合うんだよね、本当に最高すぎる。え、なんかちょっと前までコーラが飲めなくて好きじゃなかったの、なんか苦いと思ってて、コーラ苦いと思ってて、あの飲めなくて、飲めるんだけど全然好きじゃなくて、自分から飲んだことなくて、でなんかバイトしてた時に高2でバイトしてた時に、ジャンクなのとか言わないでで、ね、いや、あの高2の時にバイトしてた時になんかバイトがめっちゃ疲れて、バイトその日のね、でなんか飲み放題だったの、飲み物がバイト中は。で敏感だよね、苦いって思うので、なんか友達のコーラを一口飲んだのね、そしたらめっちゃ美味しくてえ、コーラってこんなに美味しかったっけみたいな、疲れてたからかわかんないけどめっちゃ美味しくて、そこで革命起きた、コーラの時代来たコーラの時代来ましたね。はい、え、なんかその時はなんかめっちゃ飲まなくて、あの友達のやつ飲んだから、普通にストローで一口ちょうだいって言って、なんかコーラ飲んでみるわって一口もらったの。ビールは飲むようになった人と同じ理由じゃん、そうなの一口で革命起きんの、ビールでもびっくりして、美味しくてコーラが。でもうその次の日のバイトからマジで疲れた後にコーラを飲むっていう、あの習慣をつけてデブになりました炭酸自体は全然大丈夫、別に炭酸が嫌いとかじゃなくて、コーラが普通にあんまり好きじゃなくて、なんか苦くて、けど大丈夫だった。ジンジャーエールは飲んだことあるけど好きじゃない、飲んだことあるっていうか全然飲めるけど好きじゃないね、自分から飲まない。あのね、レナさん、あのジンジャーエールとウーロン茶を間違って注文しちゃうの、人のものって言い方レナ丸、そう丸くなっちゃってコーラが飲みすぎて。でさ、何の話してたっけ、待って、何の話だっけ、今何の話言ったっけ、今なんだっけん、どうやって間違うんや、え、なんだっけ、何を間違ったんだっけ、え、待って待って、思い出せない、
え、何の間違いだっけ。え、なんか間違ったんだよね。あ、それだ。ウーロン茶とジンジャーエールを間違えて何回も、しかも友達と、まあ、親友と、この間親友とよく兵庫に帰ったらさ、ご飯に行くんだけど、親友がジンジャーエール好きなの。あ、お餅だ、パクで、あのジンジャーエール頼んで、頭の中で、あ、じゃあ私もジンジャーエールでって言うので、来て、飲み物来て、え、待って、レナさっきウーロン茶って言ったんだけど、これジンジャーエールなんだけど、みたいなやばくない。え、なんかウーロン茶とジンジャーエールって似てない。なんか頭の中でウーロン茶頼んだつもりなのに、なんか後輩がジンジャーエールでって言って、あ、じゃあ同じので、みたいな、それをウーロン茶だと思って同じので、みたいな、じゃあ、あの2つくださいで、ジンジャーエールが2つ来てえ、なんでジンジャーエールが2つ来てるの、みたいなウーロン茶って言った気がするんだけどと思って、面倒な気が、いや言わないよ、それ飲むけど別に飲めるからめっちゃ似てる気がしてさ、え、わかんない、え、自分の口でジンジャーエールくださいでもさ、多分間違えてるんだよね、言っちゃってるんだよね多分。いつも、しかもそれ2回ぐらいあって、いつも、まあ、2回だけかわいいって感じだけど2回あって、それがまたやっちゃったと思って、やばいよね。え、わかんない、なんでなんだろう。ウーロン茶が欲しいのに、ウーロン茶でじゃなくて、なんか、やだ怖い、怖い、やめて、怖いよ怖いよ。似てない、やばいよね。ママじゃない、ママじゃない、ママじゃないよ。ママが部屋で寝てるから廊下で今配信してんの電気つけて、ここだから寝室っていうかあれじゃない。分かんない、なんかカチッて言った、多分なんかブレーカー的なやつだと思う、分かんないけど。分かんないけど、分かんないけど、発音もめっちゃきた。え、マジウーロン茶だと思ってるのに、なんかジンジャーエールが来ることが2、3回あって、彼らがやっぱ言い間違えてんのかって思った。最初はさ、なんか間違えてんじゃねと思ったけど、あ、レナがあれなのかと思って。え、寒くないよ、全然全然寒くない、温泉入ってきたから堪能しすぎてやばいんだけど、休みを、休み、昨日か劇場公演あったけど、公演終わった後に配信して、そのままお風呂行って、で2人でいっぱい食べながら飲みながら話して今に至るで朝配信して、みんなのことを好きにさせてあ、そうだ、ご飯食べに行って、やばいよね。温泉行った、最高だった。あれ、鍵屋のママって言わないでそう、良き日だった、良き日でした。昨日はまだ今日なんだけど、レナの中ではめんつゆを麦茶だと、うわ、やだね、それ嫌な感じ、やだねやだねリフレッシュできました。今日は一日ゆっくり、え、なんか兵庫に帰るか迷ってる、一日だけしか帰れないけど、帰ろっかなって、ブーちゃんに会いたいしなんか人は別に、お母さんがたまに来てくれてるから人に会おうとはあんまり思わないけど、ブー太郎に会いたすぎて、本当にブーちゃんに会いたいの。
お前もギリ間に合ったね。5時半過ぎたけど。え、マジブー太郎に会いたすぎてやばくて、この間なんか家族 LINE でブー太郎の写真が送られてきてて、猫にも会いたい、ブー太郎の写真が送られてきて、マジで可愛すぎて死ぬかと思った。無理無理、ブーちゃん好き、早く会いたい、マジで。書き入れの配信終わると寂しいよね。ねえ、わかる、好きじゃん。美人だった書きまま、喜ぶよきっと。ブーちゃんも会いたがってるかな、会いたがってるかな、なんか死んだと思われてそう、俺な帰ってこなさすぎて、あいつはもう帰ってこないんだって思われてそう。忘れられてはないと思う、さすがにね、さすがに。なんかだけど死んだと思われてそう相棒が死んじゃったから、ブー太郎の大型犬がね。だからなんか大好きだった人が一回いなくなって帰ってこない悲しみを知ってるの、ブーちゃんは。そうだから、なんかこのままレナも帰ってこなかったらどうしようみたいな感じだと思う今ね、またいじける絶対、明日会ったら、うん、かわいい、いっぱい業してあげる、ブー太郎、うん、会いたいよーちゃーんレナ、今日 SDU さんのお話し会に行くんだけど、それって浮気になっちゃう、浮気だよ、普通に、普通に浮気だよ、普通に、知らなかった、浮気だよまあでも、かきれのこと好きじゃんだったらいいんじゃない、かきれのこと好きじゃんで、STU さん楽しいじゃんだったらいいんじゃないかなトラウマね。そうなんだよ、生存証明をしてあげる、本当に、うん、早く会いたいよ3人もいたんだ、レナの際。まあでもそんぐらいいた、立ち見結構いた、サイズもいたし、結構ね、下手が多かった、書きれなさい、レナ上手が多いのに、なんか申し訳なくなっちゃって、下手ね。中堅八高にも会いたい、可愛いよねあれ、なんか銅像のくせに可愛くない、象、象のくせに可愛い。飯抜き忘れてる、あ、ブー太郎の時、ブー太郎がご飯食べてる時は確かにレナのこともきっと忘れてるよね。あー、ヨウのサイリムが多かったんだね。下手側がさ、くじ運だからしょうがないね。なんか最善当たっても下手だったら本当にレナと触れ合えないそうなんだよね、レナいない劇場公演で夢を見るのも気になる弱気だよ、普通に、普通に弱気だよ。お疲れ様でした、ありがとう、堂々と浮気してこよやばいじゃん、浮気じゃん。ゆうねさん本当に可愛いよね、昨日も写真誘ってもらった、レナが動画通った瞬間、あ、かきれなって言って、撮ろう、かきれな撮ろう、撮りますよ、そらあ、今からご飯、いいじゃん、ご飯いいじゃん、何食べんの、ご飯。31、用事見に行けない、そっか、また来れたらいいね、渋谷駅通ってた説あるそんな夢のないこと言わないでよ、でもいいじゃん、みんな優しい、餌くれてたの。めちゃくちゃ恥ずかった、いやそれな、絶対めっちゃ人いたよね大丈夫、レナもね、いつだっけ、友達と3人でハチ公に行ったんだよ、レナが行きたいって言って、でハチ公に行ったんですけど、その時に海外の方しか並んでない列に日本人の私が並んで、めっちゃはしゃいで写真を撮ったから大丈夫5月6はず幕張で会おうね、私の滑走路、
回避してくれ、君にかかっている。パンとコーヒーいいね、なんか普通だけどパンとコーヒーっていう響きが美しいと思います。ちょっとバカにしてる感。美しいと思います。ハチコリは北に好きなのダメじゃん、早く死んじゃうよそんなの食べたら。ダメだよ、早く食べ、早く食べたらじゃない。そうだよ、海外の人だけじゃないの、レナも写真撮ったの。トルティージャやば、素敵じゃん、素敵なやつじゃん。ね、海外の人しか並ばないレベルだよね。けどレナが行った時日本の方も並んでたよ、たくさん。いや、わかんない、それは嘘か、たくさんじゃないかも。セクニオカに出演したメンバーさん全員小顔ですよね。どういうこと。レナ小顔じゃないんだけど。木本レナというお名前も美しいと思います。知ってるよ。なんか見るとおはよう。危険察知してんじゃん。レナの配信危険を察知している。牛タンいいなぁ、いいなぁ。いいなぁ。大阪を見つけた。サイリウム回ってるけど兵庫なんですね。それが兵庫なんですよ。自撮りしてるのはほぼ外国の人やな。いやいや、レナもスクランブル交差点でめっちゃ写真撮ったんやけど、ジャンプした瞬間のやつとか友達に写真も撮ってもらったんやけど、嘘やん、それしたらあかんの。ダメでしたか、残念。マスキートーン。仕事を全うしてほしいですね。私の相方だというのにダメですね。まあ疲れておるんでしょう。牛タンレモンつけない派、タレ派です。そのジャンプ定点カメラに映ってたかも。え、待って、どこの何言ったっけ。レナそのジャンプ定点どういうこと。レナ見せたくてわざわざ買ったんだけど。え、受けたよ、受けたじゃん、レナ。柏木の説明、え、DMMM 見てください。か、え、かいんの。渋谷ではしゃぐかきれ。田舎から。ちょっとやめてよ、いいじゃん別に、スクランブルでジャンプして写真撮ったって。危険察知。プリン味っていうか、なんか柏木ってプリンじゃない、普通にプリンじゃないかな。なんか斜め前の人がなんかレナがプリンって言った瞬間、いやいやいやみたいな反応されて、いやいやいやみたいな、なんか明石焼き愛好家ですみたいな感じの人だった。反応的になんか僕は明石焼きの専門家ですみたいな、それは限りの違うでしょみたいなぐらいの反応されて、めっちゃおもろかった。1週間レナなんだ、好きじゃん普通に。牛タン何もつけないの。え、待って、SK フェスティバルって明日なのか。リバイバル的なやつじゃなくて、明石焼きのプロみたいな人がいた。明石焼きめっちゃ熟知してますみたいな。なんかプリンみたいでって言ったら、いやいやいやみたいな。定点に映ってないかなその人。結構前の人だったんだけど、めっちゃおもろくて、めっちゃ面白かったの。なんか、え、待って、プリンの話したらさ、なんかフォローされたんだけど。めっちゃおもろいじゃん。多分 DD 気質の人だねこの人は。両隣の人も、え、嘘やん。マジで
雪降ってるのそんな寒い、バカにしとるいやいやいやみたいな感じでしたね、はい、上手側の人です。めっちゃおもろかったマジで。あ、めっちゃ否定されたと思ってめっちゃ否定されたわって思いましたね。はい、残念、残念ぽよぽよ残念ぽよぽよでした。否定されて残念ぽよぽよでした。フルメンバー、うん、ぽよかったぽよぽよぽよでした。プリンと明石焼き食べいや、まあまあ、プリンと明石焼きを食べ比べたら、まあ、それは違うけど。てか高須先生の YouTube 見ましたか、みんな。これは多分今日の夜配信で話すか。高須先生きっと入ってくれると思うから高須先生だってさ、対談終わったからさ、調査もうせんでいいやん。けどレノのことが好きすぎて毎日入ってしまうんですよね。はい、まあ、記事が出ればそれが明確になるかと黙ってれば美人、まあいいんじゃないですか、褒め言葉。まあでも私は黙ってないから美人じゃないって言われてるってことで、好きじゃないじゃんってやつですね。明日だね、菓子焼きはたこ焼きのデザートバージョン。え、違うよ、デザートなわけないじゃん。でもなんかみんな的には本当にさ、なんか明石焼き知らない人はそう思う。なんか見た目的にもタレとかかかってないし、いや、めっちゃおもろかったよね。え、なんかさ、もっとさ、なんかみんなに見てほしいんだけど、あれおもろすぎて、いや、あれおもろすぎて本当に見てほしいんだけど本当に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 あの動画マジで見てほしい。てかバズって、本当にあれバズるよ、おもろすぎるもんあれマジ笑った。普通に笑いましたね、あれは面白すぎて。高須先生のチャンネルめっちゃおもろかったよ。もうコメント欄もおもろいんだよね、なんかコメント欄もなんかめっちゃおもろいね。先生さ、あんな感じじゃん動画で。でもね、なんかあの会った時はなんか、あ、かけるな、こんにちはみたいなさ、なんか最初とか目も合わせてくれなくてなんか先生って結構なんかあれなんだなと思って、人見知りなのかなみたいな思ってたって思ったら、もう人見知りだと思いますね先生は。一応レナも先生の調査してるわ、なんか人見知りだったよ先生。先生の秋田県シリーズ見た、めっちゃおもろかった。恥ずかしがり屋なのかな、恥ずかしがり屋イコール人見知りみたいな分かんないけど、レナって人見知りしないね、しない。めっちゃおもろい先生、先生マジおもろい、本当におもろい。綺麗なのが好きじゃんしかも先生優しいよね。なんかみんなが先生ってなっちゃうから、絶対レナのこと好きだからめっちゃコメントしたいと思うのに我慢してくれてる勝手な解釈昨日4月の日が出ません、めっちゃ後ろの方だった。え、でも当たっただけさ、すごいと思う。当たっただけいいよ。え、待って、今さペットボトルのさお茶振ってたんだけど、泡がハートになってる。え、待って、みんなに見てほしい普通に。え、わかる、え、わかる、え、待って、わかんない、え、無理、あー戻っちゃった、もう最悪だ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 
そう、液体の部分がね、ハートだった。ハートだったの、この、この泡の感じが。ハートだったんだけど。ちょっと、ミスりましたね。はい。じゃあ、そろそろ終わろっかな。半とか言って、全然半じゃないけど。全然半じゃなかったけど。なんか、廊下だったらケツ痛いし。尾低骨折れるレベルで痛いし。飲み物もかけれな好きじゃん。え、それな、やばいね。ウーロン茶ですらレナに惚れてる。無理、いい女すぎて無理なんだけど俺。俺いい女で無理。俺いい女じゃん。ちゃんとお休みます。配信ありがとう。お休み。ケツ言っちゃダメ。ダメなんだ。ダメだよね、ほんと。あ、ごめんなさい。いつもの感じが出ちゃった。じゃ、尾低骨って言います。ちょっと尾低骨が痛いので、痛たた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 いい女です。好きすぎる。あー、え、でもなんとかチケットゲットしてる気すごいね、本当に。じゃあ浮気しに行ってきます。楽しいんだな、楽しいんだね。ご綺麗にされてるよ、よかったね。終わりたくないくせに俺らが好きじゃん。いい女ケツは言わない。いい女だからこそ言うんだよ。ワードセンスが妹と似てるんだ。おもろ、みんな好きだね、レナのこと。ケツを大事にするね。ウキレナ、いい女すぎてやばいよ。やだ、好きじゃん。レナのこと好きじゃん。嬉しみ、嬉しみです。嬉しみ、嬉しみです。嬉しみです。いい女だから俺って言っちゃうの。レナをガチャにしたらその何々々さん大変だ。まあレナを彼女にするぐらい好きになってくれ。怒ったよ昨日の見送りで。分かったよ。見て、こうしたら一重になる。一重ではないけど二重幅が隠れる。怖くない？目つき。やだ、左右非対称で無理なんだけど。やだ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 、ブスブスでやだ。ケツを使うんだね、やだ。じゃ、ほんとやだ、こういう人。こういう人だ、ケツ呼ばわりしないで。俺じゃなくて俺だから、俺。削れるのやめて。本当やだ、本当に嫌です。え、マジさ、なんか配信でさ、みんなの名前呼べたらいいのにね。削れのやばいよね。言い訳しないとマネージャーさんとかに怒られちゃう。削れって何ですか、ケツとか言わない。いや、違うんですよ。なんて言い訳しよっか。ケツレナは、最下位ってことです。最下位レナってことなんですよね、みたいな。ビリみたいな、ビリって言うじゃん、ケツの方みたいな言うじゃん、後ろの方のこと。説教クラブマジ一歩手前すぎてやばいんだけど、普通に。マジでファンの人呼んでるメンバーもいるよ。まあでもね、まだね、一応ルール的には呼んじゃダメだから、一応今壇上にいる皆さん呼んどきな。
じゃあ怒られる一歩手前でちっちゃい声で読もうかな。なんかこういうのがダメなんだよこういうのがね、こういうのがダメなんですよね。はい、こういうのが今マネージャーさん見てたら怒られちゃうじゃん読めないじゃん。そうルール破りやろうじゃん、そんなんやっちゃったらあ、桜が降ってきたぞギリギリ攻めちゃダメなんだよ。ギリギリの3歩手前ぐらいでいつもいないと、一歩手前じゃ本当にねダメだから。マネージャーさん寝ててくれまあでもなんかでももうちょっとっていうか名前呼びいいかなみたいな話は出てるらしいから、まあなんかきっかけがあればいつかね解禁っていうの解禁的なされたらいいですけど、まあその日まで。まあでもさ、それ呼べない分さ握手会とか同窓会で名前呼べるじゃん。だから一文字だけ読むの、一文字いいね。爆走れのやめてちゃんと私はルールを守って頑張ってまーす。あはは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 。あ、団子だパク。なんかね変な名前をねつける人がいたからダメになったらしいけど、みんながみんなで要望出しな、みんな出してそしたら名前呼べるよ。そうだと思う。名前呼ばれるだけでスティーユに行った。そうなんだ。そうそうそう、まあ、メンバーは本当に守ってくれてると思います。運営さんはねいいスタッフさん、優しいスタッフさんばかり。バク棒読みでもねオーディションの時は普通に呼んでた多分。ルーの大半メンバーはそう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 、マジで本当に守ってくれてると思う。めっちゃメンバーのこと、運営のスタッフさんたちは、まあ、ルールは破るもの破るためにあるけどねとかね。レナもファンの人守ってよ。いやいや、みんながレナのこと守ってレナ大変すぎじゃん、全員守るとか呼ばれるの喜ぶのしてないさ、それやらなさそう。どういうことだろう。ファン側が 100% 悪い。オーディションからのファンの人結構いる。結構そのままね応援してくれてる人いますね本当に。いやそれな、30分だったつもりなのに本当にみんながさ好きすぎてレナのことマジなんか引っ張ってくるんだよね、レナのことを手引っ張ってくんの普通に名前グルンちゃんにすれば呼べる価値がついてるため。あーそういうこと。あーまあまあ それはちょっとねあんまり良くないよね。普通に普段からね呼びたいよねみんな守るんだよ、レナが守るんだ。え、そうなんだよ、結構みんなねオーディションから本当にいるね、イルネーションに力、レナもね分かってるよ、オーディションから応援してくれてる人は守るものが多いと人は強くなるらしいよそれを理由でファンを守るの、レナがやだな、なんかなんかやだな、守られたいでしょ普通は。俺が守ってやるぜみたいな感じ、なんか嫌じゃないそのセリフみんなが言う感じじゃない普通引っ張られる嫌いじゃないくせに、いやいやいや引っ張らないで引っ張らないで引っ張らないで、レナ新規です、ダメじゃんつい最近です、ダメじゃんオーディションこっちじゃない。え、それな、オーディションこ自分の名前もめっちゃ言ってた。高須先生はみんな呼んでるけど確かに確かにな。え、なんかさどこまで読んでいいん。見たのココアちゃんだけだったんだね。そうなんよ。
嬉しかったん。ケーキなら守ってな。いや、レナのこと守ってん。オーディション見てた、あ、見てた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 、覚えた覚えた。松川美優ちゃんしか見たけど、え、嘘やん、やば動きやん動きじゃん、普通に新規に厳しい高須先生だけずるい軽い気持ちで応援してたのに、ドツボにドツボって言い方よ入社1ミリも見てないね。嬉しい、だからそういう人が今来てくれてるっていうのは。レナは言ってた、え、それな、名前めっちゃ言ってた。少年のよっていうかさ、なんか例えばあいうえおさんやったら、あいうまで読んでいいみたいなさ、なんかどこまで読んでいいかが分からへんねん。なんでこうなったんだ、好きだからレナのことが、普通にみんな高須先生にすれば名前そして高須先生こんばんはって言ったら、みんなレナが名前呼べたことになるじゃん。マスコットみたいなもん見てた、オーディションの時見てたね、ずっと見てくれてる。ドツボなのか沼なのかね。でもなんかレナはなんか沼ではなくない、レナって。別に運営にお願いして断られた。そんなあれでもダメなんだね。そっか、ダメなんだ。なんかいじられたら廊下に立ってます。いじられたから廊下に立ってんのバケツ持ってね。アバターであだ名公認だからみんなね、高先生こんばんはって言ってるもんね。いつの間にか見に来てるレナのルーム。まあまあまあ嬉しいことですね。それもそれで、いっ、みんな好きってことだよ、レナが。とりあえず一番に、何の音だと思いますか。めっちゃ爆音鳴らしてるけど豆柴って呼んでる。それなんで豆柴がいつも出てこなくて、なんだっけなんだっけってなる。5時半までのにね、6時までしてるね、やばいよね普通に。おはようございます。そういうの沼って言うんだよ、敬語と溜め口だけで本名なら読ん、うん、確かに。意志が強い。ケツじゃねえから。ケツじゃねえから。ケツじゃないよ。スリッパです。スリッパなのです。スリッパなのです。うわ、初訪問がたくさん来た。オーディションの時はあんなにしてておっとりした子だと思ってた。え、そうなの。オーディションの時とあんま変わらん気する。え、変わった、オーディションの時より変わってるのかな。じゃあ、え、どう、オーディションの時とオーディション後。あの後絶対眠いよね、みんな。ケツに何も引いてないんだけど。え、里加穂さん推しだったんだ。いいね、素敵だよそういうの。加穂さん可愛いよね、マジで本当に可愛い。あのやばい、もう雰囲気っていうか、あのね、あの雰囲気が好きすぎて、なんか自分にないじゃん、あのなんか慣れないだよみたいな。なんか配信もさ、なんかねえ、慣れないだよね、あー歌っちゃうみたいな、可愛いみたいな、なんか落ち着きが、なんかあのファンの人が
え、なんかファンになる理由がわかる。あれは本当に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 、え、そう、マイメロさんのスリッパです。おはよう、今日も可愛いね、してるよ。あ、仕事行ってらっしゃい、頑張ってね、頑張ってね。え、昨日こういうことありがとう、爆睡してた。おはよう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 。猫かぶってた。でもオーディションの時結構楽しかったけど、楽しくやってたよ、普通に楽しくやってた、普通に楽しくやってましただんだん変わっていったんだ。なんかみんな、うん、わかんない、どうなんだろう。まやさん、まやさんも面白いよね、本当に。いや、やばいよ、かほさん普通に一回配信見てほしい。配信やってた時に、この間配信見てたんだけど、あのもう普通にやばいなんかファンの人が沼る、気持ちがわかる。見てたらオーディションの時はいい子だと思ったけど、最近の配信はなんか冷たい。え、いい子です、私いい子ですいい子です、いい子なの。え、真似できない、あれは本当に。え、なんか自分にないもの持ってたら、なんかあれじゃん、なんか自分にないもの持ってたら惹かれる、本当に。キュナちゃんの雰囲気出すのあ、3回目くらいからこんな感じだった。かわいい、おはよう、知ってるよ。おはりなー、アトムの動画とか見ると今と近いから。オーディションだけのとかだけ猫かぶってたんだ。え、オーディションでも結構楽しくやってた気するんだけど、えー、マジ全然違う印象。やばい、充電ない。12期生の沼にはまりつつ、ユアだよね。でもやばい、やばい、初本もめっちゃ来た。はんなりって何、まず美女面ではない絶対。え、マジ独特すぎて、沼すぎてやばいよ、本当に本当にやばい、あれやばいあれ本当にやばいえ、マジ沼、え、本当にやばい。なんかあの可愛いよね、なんか笑わないわけじゃないし、笑ってるんだけど、なんかあのもう本当に可愛いんだよ、とりあえず可愛いの、とりあえず可愛いんだよ。可愛いっていうか、なんかあの雰囲気がね、自分になさすぎて、自分に ないものすぎて惹かれる。あれ、あれこそ沼じゃないあれこそ沼だよね、本当に。あの配信はもうマジで沼すぎてやばいと思います、本当に。あれは沼だね。沼にハマりつつある、あたくし、あ、私ってことか柿沼、柿沼です。おしとやかで天然でマイペースな人のことを指す。レナじゃん、なんだよ、お洋服かよお洋服かい。あれは可愛い、え、可愛いよ、めっちゃ可愛いじゃん。あれはね、やばいよ、ほんとに。え、どういうこと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 ですか。あー、ごめん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 、マイクね、はい、すいません、すいませんでしたすいませんでした。初本もやばいんだけど、めっちゃ来る。 1,2,3,4,5 10、え、待って、20人ぐらい来てんだけど、普通にやば、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。あ、やばい、じゃあなんかいろいろ危ない、危ない場所が釣っちゃう。え、かほさんめっちゃあの優しいから、目あったら話しかけてくれるし、もうなんか本当にやばいんだよね、かほさんは本当にやばいの。あのもうなんかレナがあの、えー、ありがとうございますみたいな言ったら、うん、かわいいね、いいよみたいな、なんか
なんかこっちのテンション覆すぐらい可愛くてやばいよね覆されて本当に、うん、こちらこそありがとうねみたいな。でも、もう黙っちゃうよレナも。もういやいやありがとうございますとかも言えない。ありがとうございますみたいな。なんかもうレナが静かになるぐらいなんかあの沼る話し方をしてくる。ヒューンって感じなんですよね。前髪ねなんかおかしいからずっと触っちゃうんだけど。先輩ででも一番話すのはマヤさんかな。あでもヨコニャンさん一番話すかも。話した量で言えばこの間のトーク会の時もレーンに行くまでずっと話してくれたし、レーン帰る時かもうずっと話してくれたし、そうめっちゃ優しい、何でも聞いてねって言ってくれるし、今の着るな上級感あって沼る届かないってことだな。ヨコニャンさんめっちゃね話してくれる、向こうから話しかけてくれる、あまやさんも普通に話しかけてくれる。あまやさんのショールも遊びに行った、遊びに行きました。一押しのメンバーだよね。顔触ったのどういうことだろう。 SOS の振り何でも聞いてねって、本当に何でも聞いてって言ってくれて、えマヤさんさ全然さ普通に話しかけてくれる、普通になんかララポートじゃないわ、間違った、名刺の HMV だっけ、ちょっとどこか忘れたけどの時に一緒になって楽屋でなんかかきれなはなんでみたいなもういろいろ話して、でなんかなんだっけなんかまあいろいろ話して、でなんかえもうねみたいな、菅原はもう本当に喋れないの、人と喋れないのみたいな言うんだけど、めっちゃ話しかけてくれるし、普通になんかめっちゃ普通に楽しく話しかけてくれるから、えそのおかげでレナも喋りやすいっていうのはある。別になんかこうあのレナだけ喋ってるとかじゃなくて、ちゃんとレナがあの話したことにめっちゃ楽しく乗ってくれて、そうだから楽しいです話してて。あと途中まで一緒に帰って、途中までね一緒に帰ったの、そう途中まで一緒に帰って、なんかたくさんその時も話した。あとララポートに着替えてる時もなんかあの先輩たちが帰ってくるのがもうちょっと後だと思ってて、で研究生先に着替えろみたいになって急いで着替えてたらあの帰ってきちゃって、先輩たちがであの同じさ衣装室使ってたからやばいと思って、でなんかやばい隣に誰か先輩来ちゃったと思ってハンガーどけなきゃと思って、あーごめんなさいすみませんすぐどけますねって言ったら、ガキレナじゃん、ガキレナじゃん、ガキレナじゃん、それだけ連呼してなんか去っていった。マジガキレナじゃん一生ループして言ってて別に何も話すこともなく、ガキレナじゃん、ガキレナじゃん、ガキレナじゃんみたいな、マジそれだけめっちゃおもろくない、もう本当にそれだけ言って、あ全然いいよみたいな、作ってていいよみたいな。でもレナも全然あの着替えをもう着替え終わってるぐらい
着替え終わってますみたいな感じだったから、かぎれなですけどみたいな、かぎれなですよみたいな。ね、面白い、優しいですよね。だって本当はさ、レナたちが早く着替えてもうその場に、なんていうの、邪魔じゃん普通に。あの日めっちゃ寒かったしさ、だから本当にやばいと思って。メンバー間で絶対敵作らないタイプだね。わかんないよ。面白いよね。キレナじゃんって言って、キレナじゃんって言ってください。コウコハ、コウコハ、レナが、いや、まあまあっていうかめっちゃ寒かった。ララポートやばい、感覚なかった、手足の、本当に寒すぎてやばかったですね。はい、好きじゃん好きじゃんっていう。あ、次はちょっとそうやって言うな。キレナちゃん、キレナちゃん、やだ、みんなみんな本当に先輩たち優しすぎて感動ですね。同期もだし、やば、みんなかキレナちゃんって言ってくる。やばいじゃん。いや、ほんと寒かったよね、あん時。マジで、なんか、風がすごい吹いてて、風がなくても寒かったのかなちょっと分かんないけど、それは分かんないけど、本当に寒すぎて、昼間暑かった。あー、でも、ね、夜の部だったから昼間ちょっと暖かいの、まああれだったけど、行けばかけるなじゃん、いるか。え、今日やばいの風、マジ、なんか言って、やばい、充電が 20%。 いや、ケツ大丈夫だから。しゃがんでた、今座った。え、注意報出てんの、そんなに、嘘、マジか。20%お知らせです今。え、マジ廊下の中で充電できなくてさ。やお、おはよう、やお、マジで廊下なの、廊下だから。静かにしないとお尻も痛くなっちゃうから、コンセントわかんないです、ないですね、多分わかんないけど。え、なんかモバイルの写真さ、なんか前送ったやつだったらしいね。ちょっと、あ、そうなんだと思ってやってしまった。え、半目止まってたんだ、まあいいじゃん別に、可愛いから。ケツレナ、ちょ、ケツレナやめて。やだやだ、マネージャーさん怒られちゃうよ。誰ですかこんな。え、廊下全然寒くない、全然寒くない、廊下全然寒くない、全然寒くないです、寒くないです、寒くないです、大丈夫でございます。シリレナ、シリレナだったら怒られないか。しりとりしようとしてたんですよ、配信で。こういうのやっちゃうんだよね、なんか。え、今日寝てない、起きてた、起きてました。言い訳考えるの早いでしょ。じゃ、もしものためにね、怒られるかもしれないから、こんなこと言ってたら目玉。なんか紫だ、紫じゃないよ、掃除機よ、わかんない、掃除機コンセントじゃない。え、ループしてる、嘘、あかん、やばい、腰痛、腰痛なってった。腰痛くなってきたわ。痛い。いや、なんか充電するやつでした。もう腰も膝も痛いし。ループしてない。大丈夫やった。
なんかな、あの、いや寝ようと思ってん、目つぶっとってん、5時まで目つぶっとって、でも腰痛すぎてもう5時やんみたいな、じゃあ配信しようみたいな、えだるもう6時違ったんなんやけど死ぬ、えマジやばいよな、腰大事にしな。けど一回中学の時にさ、なんかヘルニアですみたいな言われたからピエンって感じです。かけれなちゃんに会いたい会いたいねちょっとなんかちっちゃい文字でごまかしてるけど半角5時やん配信しようってなった、腰が痛すぎて起こされた、起こされたっていうか寝てないだけやけどね、ママに置いてかれる、腰が痛いんですよ、うん、痛い、痛いんですよ。そう、レノンバスケでヘルニアなった、痛いんですよね、これが背中にくるんですよ、肩にもきて首にもきて頭にもくるって感じ。マジで気をつけて、怪我で間できない、一番強い、確かにね、会う予定ないね、4月わかりきて、わかりきて、普通に沖縄よりもわかりでしょ、レノに会いたいんでしょ会いたいね、あの沼っぽい雰囲気出てたよ柿沼です、やばい、おはよう会話行きた、お仕事頑張って制服の目腰にくる、仕事でお姫様抱っこして、誰お姫様抱っこしたの、レナがね、腰ね気をつけないと本当に。えバレーしてたんだ、意外だね、6時半までやばいね、普通になんか話してたらこんなに時間経っちゃうんだけど、一回寝るとか言ったよねたまに、いやいつも可愛いからいつこいからレナもデカホさんっぽく言わな盗むか、あの技、沼技をフロリダ来てレナが行くん、おはよう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 、レナちゃんおはよう、おはよう、やば、浮気じゃん、浮気だ、バレエしてた、えバレエ率を踊るバレエですか、うん、意外っていうか、なんかお笑いだけかと思ってた握手会楽しかったね、握手会楽しかった、うん、挨拶かきれなちゃんにして、柔道部、へえ、スノボね、いいじゃん、かっけえじゃん、生レナ意外と可愛かったってたくさん言われたんですけど、生じゃ可愛、生じゃなかったら可愛くないんですか。ゴーカハンもバレーしてた。バレーボールって卓球にモテんだ。そうなんだ。どういう、なんか体育館の割合的な。バレーの横で卓球女子みたいな。卓球部なかったな、あれな。あ、高校あったのか。わかんない。笑いだけだったら嬉しい。ちょ、お笑いしてよ、また。会いに来てくれた時に。絶対笑う自信あるから、たくさん笑ってあげるから、じゃあお笑いして猫耳はあの南沢ココちゃんにやってもらいました、やってもらいました、可愛いですよね、そうなんですよ、やってもらいました、ショールームの体温悪いから、エレナが、エレナ体温悪い、嘘やん、あの猫耳はまあまあ、えまあまあやった、じゃなくてまあまあめっちゃ可愛かったよみたいな、知ってるけど、それを言われんでもあ、お風呂行ってらっしゃい、またね、握手会の、握手会のの握手会の方か、残念ぽよ、残念ぽよですね、それは。バスケ一緒やん、会いたいのよって、好きや
可愛かった。まあ、レナが一番可愛かったやんな。そんなんやっといて、うん、確かにココのわさび園でも、わさび園気になる、てかわさびのアイスが気になる。食べてみたいよな、辛いか。どうなんだろう。痛い痛い痛い、足痛い、足痛い。みんなシャイだから、対応悪いの何ないですか。何でしょう、対応悪いの何でしょう、何ですか。辛くないんだ、わさびアイス食べてみたい普通に。え、辛くないの。え、そうなんだ。辛くないんだ。今一番注目してるぞよ。好きじゃん、レナのこと。好きだね。そういえば柿の音革新くれたみんなあんな多様な。え、マジみんなさ、なんかちょっとなんか笑うの我慢、ニヤニヤを我慢してたり、ニヤニヤ我慢してたりしてた。みんな恥ずかしいんだよね。みんなレナのことが好きすぎてさ、好きな子に会うときってさ、なんかさ、あれじゃん、意地悪したくなっちゃうじゃん。冷たくしたくなっちゃうじゃん。多分それだよね。遠すぎてぼやけて見てたからずっと目で合わせた。でもぼやけてたんだ、ダメじゃん。ちゃんとレナのことを目に焼き付けてよ。タイム悪くないよってだけで幸福か。見てるだけでじゃあ幸せ感あります。あるってことだよね、幸福感。なんかいつもワードがおもろいよね、最後の。普通のアイスにわさびつければわさび、まあそれもわさびアイスだけどさ。レナの成長記録楽しみ。対応悪いのは今更ですが気づいてないの、ごめんなさい。本当にごめんなさい、ごめんなさい。誰もいないとか言わないで。言わないで、そんなこと言わないで。泣いちゃったよ、泣いちゃった。ニヤニヤしてたのあれな。キレナに夢中、知ってるよ。待って、これって定型文だっけ。やば、定型文に反応しちゃった、恥ずかしい。定型文だっけこれって。一人で笑って一人で、いや待って、ニヤニヤしてたじゃん。なんでレナ一人のせいにしてんの。聞き取りにくいんだけど。定型文なのこれって。やば、無理、普通に。定型文に反応してしまった。あ、定型文じゃないの。定型文じゃない、定型文じゃない。じゃあありがとうじゃん、好きじゃん。あ、前の定型文なんだ、レナの。え、好きじゃん、じゃあ。そんなの、そんな定型文あった。いやいや、してない、おこおこだ。え、なんで怒ってなかったよ。好きそうだったよ、レナのこと。え、マジ幕張無理、メンタル鍛えなきゃ本当に。まあ、なんとかなるよねみたいな感じだよね。いや、だるいな、でもさすがに勝つのはだるいよね。まあでもこれからだから大丈夫。
定型文全然覚えてなかった。定型文全部書けれなじゃん。同じやつできんのかな。え、できんのかな。え、できるんだったら全部書けれなじゃんにするか。いいねそれ。好きそうだったらやれなかった。いやいや好きじゃん。普通に好きでしょ。違うの。帰ろ本当に。マジかソロになったら帰るわ。メンタル鍛えに行く。でこれな、おはよう。キレナですか。あ、かキレナじゃん。ミッション中です。好きなの、好きな子は別の子。違うよ、レナだよ。レナだよ。選択肢かキレナじゃん。みんなが好きな人はレナ、レナです。ダメです、レナです、レナです。洗脳、洗脳する。みんな朝は頭弱いから洗脳しとく。なんか頭弱いとか言っちゃダメなんだって。怒られちゃう、マネージャーさんにそんなこと言ったら。ちゃんとね、はい、みんなお眠だから洗脳洗脳しちゃおう。可愛く言ったらいいんだよね。可愛く触れなくていいって言ったね。うん、やめな、触れようとしなくていいよ。レナが塗り替えてあげるよ、幸せにさせてあげるよ。かっこ決まった。いつもみんながやるやつ。ちょっとやばいやばい、書けない夢中。嘘じゃん、棒読みだし。嘘じゃん、なんか頭弱いなあいつ。ギレナのことが好きです。ほらみんなね、なんかちょっとツンデレでなんか半角文字とかで送ってくんのよ。でも洗脳されてる。洗脳されてるわ。洗脳されちゃったみんな。みんなお眠だから、眠眠だから。そうなの。できるもんならね。なんでそんなこと言うの、やだ。やだ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 。レナミーム。似てないって怒られるんだよね、これやったユアとかココハに。違う、何の音、風強い、風の音。起きた、おはよう。キレナ大好き、ほらみんなちょっと洗脳に合っている。せやの好きかもしれんな。ほらキレナ大好きか、キレナ大好き、ほら洗脳されている、洗脳されているぞ。君たち洗脳されている。洗脳タイムだ。洗脳タイムです。今みんな起きたばかりのみんなを洗脳させるという洗脳タイムの始まり、始まり。もっと洗脳してでしょそれ絶対。そんなんでゲームにして嫌われちゃうじゃん。みんなにいた、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 ボキって言った。星じゃねえか。この前二度寝したら洗脳される。いいじゃん別に。ダメなの、なんかダメな理由とかあるの。え、すごくない、星わかるレナ。キレナ大好き、キレナ大好きのお祈りが必要です。岩虹がチゼだから聞かないよ。いや好きじゃんレナのことが。もうキレナ寝ろか、キレナ寝ろ。やばい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 。 10% なんだけど。星、そうだね、洗脳って言っちゃダメなんだ、星になるから。ダメだダメだ、ごめんなさい、ダメだ、これ言っちゃダメだ、怒られちゃう、マネージャーさんに。ダメだ、なんて言う、魔法使い、魔法使いって言おう、魔法、魔法って言おう、魔法。みんなレナの魔法にかかっている。そしてあと 10% しかない。やばい、あと 10% あと 10% あと 10% だ、終わった、どうしよう。レナの魔法があと 10% で
みんなにかけれるか。やばいよ、やばいよ、みんなやばいよ。あと 10% だよ。あと 10% しかないよ。そして充電ができないから、あと 10% です。キレナちゃんはバレしてない。次修行するぞ、修行逃れようとしてる。よし、タコも洗脳線抜いてた。でこうなった。じゃあそろそろレナの魔法に落ちる頃かな。違うか。オワコンだなとか言われてんだけどウケる。なんか見たこともない字で、なんか初見さんがたくさん送ってくれておりますね。これはなんかハロー界隈じゃないよね、絶対。なんか面白界隈ですね。はい。あ、ビームガチ勢。え、レドの定型文がビームに変えられている。ヤホー、おはよう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 。面白い界隈なのこれは。でも記者はタイプじゃないから、洗脳されてもレドのタイプだよ。面白い界隈じゃない、なんか英語じゃない、なんか変な。あ、桜が降ってきた。不気味な今日です。はい、魔法使いっていう洗脳は良くないんだね、星になるから。全然気にせずに言っちゃってた。明日フェスティバル見るね。まあ、そのフェスティバルを見て魔法が解けるかどうか試してみて。多分解けない、頑丈な魔法だから。急にアイドルフォームやめて。タイプになると嬉しい。いやいや、そこは俺もレノのことタイプだろうっていうところだろう。なんでただ喜んでんの。かきれんなおもろいよね、知ってる、わかる、それその気持ちわかる。それの元気になってきた。うん、よかった。あ、レナがかな。もうこんな時間や、準備しよう。いってらっしゃい、頑張ってね。6時半、やばい、ホチポー、頑張ってください。え、なんか面白い界隈がたくさんなんかを伝えてこようとしている。でもわからない。全くわからないでございます。おはよう、俺もレイナのごタイプだよ。嘘なの。嘘だったのか。まあそれは嘘だよね、タイプは嘘だよね、知ってるよ、それは嘘って。それは嘘っていうのは知ってるけど、まあでも好きになった人がタイプって言うじゃん、そういうのって。だからいいと思います。英語はわかるでしょ。え、なんか英語じゃないやつ送られてきてるよね、さっきから。英語じゃないやつは本当になんかちょっとわかんない。わかんないんだよね。してもらってよかったです。チチチ、マイクに向けてチって言った。チの響きが良くなるようにマイクに向けて。キレナ大好きって書いてる？知らんけど。好きになったタイプってよく言うよね、早く好きにさせて。いや待って、もう好きじゃん。何言ってんの。好きじゃん。名前が不言犯レベル10になってた。おめじゃん、好きじゃん。一回探しで、何してたような配信。え、何気になる、分かんなかった。ガチで寝落ちじゃないよね。え、何分かんない。おー、筋トレしてきた、いいじゃん。え、何ガチで、何、え、まだまだこれなんだ。
舌打ちしてた。え、てかさ、昨日のメイクで、いや昨日、あ待ってこれ言ったのか、まあいいや何もない。え待って6番しかないよ、やだやだよ、6番しかないよ。してないから、してないし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 。やだ、いやだ。最初早起きしたわけないけど、珍しく朝れなね、思った、珍しいね、久々朝でなったね。昨日昨日話したんだ、うんうんうん、うん、うんうん、ペットボトル攻撃バイバイだよ、バイバイだけどいいでしょ、だってタイプじゃないんだから。あ 5% になった、大丈夫大丈夫です。魔女じゃないから、魔法使いの可愛い子です。ね待って、初見さんがすごく多い、壊れな、電池切れでもうすぐ、え待って無理、普通にやば、 5% 無理、えちょ充電器ないのここら辺、えちょ待って待って、ちょっと発音も多すぎる、これはやばい、ちょ探すわコンセント、あーないわー、ないわー、うん、あるけどない。時代書きも取れないのやだ、時代やだ、時代やだ、時代やだ、推しは書きも取れるのにして、やだ、魔女の宅急便、え、そうなんだ、見よう。やばい、切れちゃう、え、やばい、4% になった、無理、え、ちょっと待って、やだ、押し上がり、なんで頑張るの。もういいよ、もういいよ、移動したらいいよ、確かに。ついて充電できないし、どっちみちそうなんだよね。食べてない、てりとも食べてない、やばれな、やばれのだ、感じる。どういうこと、やばばばばばばば、配信ありがとう、おやすみなさいって1時間前あれ1時間前なんだ、やばい、4% しかない、やだ、レナさえ振らないこと気に食わないって言ってて笑った、言ってて笑ったってこと、え無理、え待って、3% ではない、 3% になったらやばいよね、さすがに思っときなよ、押してないけど、いや押してる、押してないよね、ごめんね。自意識過剰が大事ってこと、え待って、やばい、散歩、待って、一回コンセント探していい、一回コンセント探そう、え、やばい、ちょ、いやなんか推しにできなくてごめんね、なんか推しにさせてあげられなくてごめんね。ちょ頭皮写しとこう、いろいろ写さないように、えないんだけど、自動販売機じゃなくて、なんだっけ、電気じゃなくて、いや待って、やばい、なんだっけ、コンセント、コンセントない、コンセントが、どっかないのかな、ないですね、
なんかそのやいやめてもらって、じゃあ推しになって推しにして二推しでいいですよって言ったっけ。え、待って、3分は無理斬新な終わり方すぎる。3パーでも残りの1パーって長いじゃん結構残りの1パーって長いんですよ。待った、もうマジある。え、ちょっと待ってね、ちょっと対策、やばい、2パー、ちょっと一旦待って。はいはい、電池切れてません、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 切れてません。復活、復活、魔法少女復活。スマホを使ってん、いや、コンセントないけど魔法使った、普通に魔法使った、魔法使った。もう 5% です。もう 5% です。はい、え、モバ銃じゃない。魔法の力は速いのでね、もう 6% もう 6% ですね。水です。うわ、もう一個もう一個水があるんですよね。変な充電過ごしの間に用を足してきた。いや、充電じゃなくて魔法なんですよ。イルハス卒業した。あ、桜がパラパラー魔法ハマってる。あ、お茶が遠いところに行ってしまった。お茶が遠いところに行ってしまった。もう7%、すごくない？なあ、何？寝言は寝てからいい。おお、レナのケツが心配。あ、桜だ。ねえ、何？おつです。急速だな。ね、早いよね。多分 iPad 用やからかな。だから早いよと思う。減るのも早いくせに。行けばいいのかな、分かんない。ファンのみんなにプレゼント買ったよって、ファンのみんなにプレゼント買ったよって夢を見たのそうなレナも最近夢を見ました、ファンの人の。配信終わったら寝ようと思ってたのにけどいてくれる、好きじゃん、好きじゃん。 iPad をなんか学校のやつ、他の子で忙しかった時にそんな子行ったって言ってたんやろ。言ってないよそんなん言ってないけど、そんなん言ってないで、そんなん言ってない言ってない言ってない。
急速充電ですね。かきれなじゃん、かきれなじゃん。目に起こすなって、配信みたいだな、起こすなって、キレられた。どういうこと、どういうこと、レナの配信がうるさかったってこと。キレられたの、なんで。おもろいね。おはようございます、言ってないのか。了解した。ちょっと悲しんでんじゃん。悲しんでるじゃん。え、そう、学校でね iPad 使うのけど返したけど、充電器を返さなくていいですって言って、あの名古屋に持ってきた。かきれなもかきれなファンも面白すぎて好きですね。おもろいよね、レナたちって。レナたち親友だからさ、普通にニコイチって感じなの、レナとファンの人って。だからレナがおもろいからファンの人もおもろいの。どうやって渡せばいいんだ、キャーってレナ言ってた。それさ、なんか前に教えてくれなかった、その夢見たよって。今日が初めてじゃないよね、多分レナに伝えたの。なんか前も教えてくれた気がするよ。もう少し寝たかったの。寝かしてあげて。いいね、微笑ましい。本当か嘘か見分けたから別に。え、なんでわかんの、なんで本当か嘘かわかるの。わあ、クマちゃんが飛んできました。目に入れようとして消えた。目にクマを入れようとして消えました。タブレットはもうない。だからタブレット全然使ってないねんけど、あれ学校でもらって、学校でも使ってない、だから学校に持って行ったことないねんけど、タブレット。マジいらなすぎた、あれ。いつもより声低くておもろい。声高くいきゃー。2番目、いやレナはそうなんやな、なんかみんな親友やのに、みんなからした2番目の女っていう悲しい事実。オールです。ドローンする？お仕事ですか？適当な遊び。寂しかったよ。覚え、え、でしょ、言ったよね、覚えてた。ちょっと待って、これ絶対コメント追いついてない、めっちゃくちゃめっちゃくちゃ差がある、絶対に。アイドルとして、優しい、嬉しい、優しい、嬉しい、好きだよね、し。無理やり。かきれなって話してゼロに説ある。いやそれな、マジ無理。代わりにファンになって、お願いだから。え、なんか変なタブレットになった。変な、なんかわかんない、なんちゃら世代みたいな、わかんない。怖いに見てて微笑ましいって。いやそれな。でも微笑ましいと思うよ、レナたちって。兵庫なのに結構コテコテやな。え、嘘。だるめな。めっちゃ嵐なんだけど、仕事ね、風やばいよね。起きた、おはよう。 YouTube 見るよ、言ってた。 YouTube? 何の、何のだろう。はい、コメントが追いつきました、おはようございます。え、待って待って待って、待って、え、待って、10人目の女やばいんだけど。やばい真実。私は1番目の女か2番目の女で終わりだと思ってた。そしたら3番目も許せないぐらいだったのに10人目。え、やばいじゃん、やばいじゃん。それもうレナのこと知らない人じゃん、そこまで来たら。カキさん何人目やろな。え、待って、みんな1番か2番じゃないの。おかしい。もういいよ、いいよ、別にいいよ、30もいいよ、いいよ、もう7番。いや出7番だけど、ちょっとなんか嬉しいか嬉しくないか分かんないな、それ嫌。だね、もう嫌だ、もう配信やめる。
みんな一番目じゃないから。コメント追いついたの飛ばして、飛ばしてないよ、飛ばしても許して見えない時があるの。3番目やばいじゃん、3番目の女とか嫌なんだけど、やだ。334番遠、めっちゃ遠い。マイナイチやったー、やったー、よいーイエイエイイエ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 イレナ版ね。君のこと知らない、広島県出身の19歳の女の子。それはね全然違う人なんだよ、全然違う人なんだよね、全然違う人なんだよね。正直に言うと何番目欲しい、やば何言ったの可愛いかきれんちゃん、おはようございます。おはよう、おでこです、おでこ。は、8番目の女なの、やばいじゃん、もうやば、やだ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 、8番目の女とかやだ、おかげっこみたいな関係でいいよ、やだよ、早く追いついてレナの愛に12期で一番だからや、あーまあまあまあ、ちょっとなんかいいか悪いか分からへんそれって、一番やけど12期でっていうあのあれがあるやん、何縛り的な、ここら辺は見えていいよな、もう正面分からんけど。そう、かきれなファンはちょっとなんかツンデレの人たちが多いので実質一番絶対違うやん、そもそもレナ以外の女見てないから。はこの間は岸田くせに、やばいじゃんそれ、やばいじゃん、嘘じゃん、やば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 、メンバーじゃなくて女ガチで7番目です、7番目の7番目だって、広島県出身じゃないよ、違うよ違うよ違うよ、そう兵庫の女だよ、兵庫の女なんですけど、ギリだかな、人間も一番って言えないね確かに時が確かになんか多い、普通はなんかあるよな、みんなの愛が大きすぎてみたいな、こっちが追いかけるみたいな、いやでもまあいいやん早く追いついて兵庫で一番好きになったのに10番目の女から9番目の、やったー、いやそれなんかあの順位上がった詐欺やな、9番目だけで見たら微妙なライン一つ上に行ったから嬉しさが上がるけど、12期で10番目くらいか、はい、さようならですね私さようなら女ですね、じゃあ近所でよく見かけるやつおもろ、推し不在、いやだからレナやってもう嫌や12期生の一番だと思ってた、もう12期で一番、確かにな、そうなんよな、ちょっと曖昧なところ、それが曖昧なところ、誤爆しちゃったんだよ、うわ言い訳じゃん、やば言い訳じゃん、なんか白木の女なんか適当になってない、どんどんみんな兵庫で一番、関西で一番、みんな適当になってるね、適当になってるね、普通に握手したかきれいな、もう兵庫どこってなってるやん阪神の選手の次に好きです、野球選手に負けてます、アイドル負けてます、負けてます、負けてます、まあそうそう、これからね、これからこれからこれから、そんなおこおこするなよ、おこおこさせてきてんねんけどこうさせてきてるねんけど、
2番目に好きです。1番誰だ。じゃあ好きやってた子ね。みんな適当になってきてるよ。めっちゃ適当やん。不正常見ないでしょ。おー、いいこと言った。なんか木本の中ではえな一番に出てた。こういうこと言っても呼んでもらえない。確かに。明石焼き食べて、マジ美味しいから。全国のフィルスの中でわっ、えなが一番。いや、あ、ママに負けてる。向こうがさせた覚えはない。まあ確かにな、真実言ってるだけやもんな。推しがおらんっていう。メロンが好き。え、牛に負けたんやけど。レナ切り投げちゃう。あ、今日仕事なの。祝日なのに仕事なん。いつも祝日仕事よな。ちって言ってる。神手で、ん？神手で？そう、レナはいいやつやね。よくわかり。いや、明石焼き名古屋にないん。多分なんか、まあ、少ないよな、そらあるとこは。うわ、柿美味しいよな、フルーツの。わかる。好き、レナも。たこ焼きめんつゆ違うよ。おお仕事行くね。お、行ってらっしゃい。頑張ってね。頑張れ。最初から一押しって人は推し変でもしてるのか。え、どういうことだろう。ククルっていうお店があるの。そこで明石焼きがあるってこと。ククル、ん、ククル。お、え、お、お店の名前やんの多分。もうにゃいて話したい。コミスだから無理だけど話して。ぜひ。かわいい、知ってる。明石焼きマジ飛ぶって本当に美味しい。7時のお知らせ。え、待って、トイレ行きた。なんか気になる。それは好きだから。好きな人って気になるじゃん。好きなんだよ。気になるんじゃなくて。あ、大阪なんだ。あ、チェーン店いっぱい全国にあるんだね。コントみたいなことしてるんですか。やばくないですか。まあまあまあ、みんなレナのこと好きやからな。間違えたとこなくできたん。ねえ、なんか分からへん。なんかさ、踊った間記憶なくなるねんな。分からへん。定点見る。いや、それの30分までって5時半のこと言ってるんですけど私。好きな人は気になるのか。そうだよ。どう、気になってる、レナのこと。ってことは好きってことだよ。ループゲン。席かわいい。おはよう。あ、ドローン頑張って。お仕事頑張ってね。あれだけど、何だ。いや、マジさ、みんなツンツンしすぎて本当にかわいいやつらめ。かわいいやつらめ。仕事前だけど話してちゃ、みんな祝日も祝日仕事の人の方が多いよね絶対。出てみる。マジ出てみるわ。え、出てみると泣くよとか言わないで。やだ、見るのやめた。じゃあ昨日のジラシ良かった。え、本当に。え、マジでマジでマジで。ジラシね、練習したの前日に。見てる感じ神焼きだった気がするよ。ね、みんな優しいね。でもね、完璧じゃなかった。完璧なんてないんだよ。ポエマ、書き入れのポエマーです。完璧なんかないんです。ないんだよ。オーディションありがとう。番号だと思うけど。朝から飲んでます。
名前変えたから言えることだね。この朝から飲んでますわ。え、みんなが洗脳してんの？レナのこと。テーテ見ながら配信すればいいじゃん。え、携帯が1台しかない。もうレナ見ただけはお腹いっぱい。今のモチベ、いやもうそれもっと好きってことだよ、言っとくけど。もっと好きってことだよ。少し気になる。え、やば、少しだけ。まあそんなん言う人に限ってめっちゃ気になってるっていうか、めっちゃ好きなんだよね。調子いい。みんなかきれの配信まだかなって思って、かなって待ってると思うとかわいいね。確かに。え、じゃ同期と一緒に見よう、マジで。洗脳、みんな実は洗脳してんの、レオのこと。タブレットもうない。学校に返した。うん、間違えないでね。間違えないでね。完璧なんてないんだよ。またやっちゃった。コメント追いつかない。前髪配信なんですか？そうなんですよ。洗脳済みだから。七推しか、いい感じに推しがいるね。かきれなだもの。なんでかきれなだもの。かきれな8番目の女でいいみたいな。メンバー解説だ。まあ、確かに確かに確かに。ピノキオの可愛い声が好きです。うぃー、好きじゃん、もうレノのこと。朝一待ってるじゃん。5時に目覚める洗脳。みんなレナの魔法にかかっている。ちょっと10分で終わるね。本当に本当に終わる。本当にマジで10分で終わるわ。本当に。じゃあ冷蔵庫紹介していい？じゃあ目の前冷蔵庫あるから。俺の一押し熊崎さんじゃないの？やってるねじゃないですか。どちらかがダメになったら。午後発のイヤちゃん少し気になった。おいー、あ、オーディションの時に。冷蔵庫、え、充電 19%。 キレナのことが好きですが、キレナが洗脳されてる。出た、洗脳されてる。卵3個ある。え、卵まだある。あ、好きじゃないとね。好きなんだね、かわいいね。一押しないけど人気作品。それは一押しじゃないんだね。よし、じゃあね、いくね。一旦卵見せるわ。お母さん寝てるから静かにして。あ、いた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 。じゃあ、これです。これヨーグルト。ヨーグルトはこれだけ食べれるんです。これ美味しい。これ違うよ、好きでしょ。うん、何にしようかな。じゃあね、何が見たい。じゃあちょっと、じゃあ人参さんです。人参、人参がいます。あとね、タイプらしいか、やってない。うわ、やば、タイプだけどね、本当にタイプだよ、好きだよ。嘘だけど。そう、いちご味。人参似合うってやめてよ。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあもう一回。人参きた、なんで。人参。人参。人参なんか人気なんだけど。じゃあ次。嘘っぽすぎてクソ。本当だよ。卵さんです。卵さん、
ねぎ来た。玉ねぎです。あとこれ梨ですね。あと醤油。それぐらいですね。じゃあ次は冷凍庫。次は美の冷凍庫です。人参、ピーマン、玉ねぎ。ピーマンないじゃん、グツグツ煮れないよ。そう、料理できるアピールだけど一個も使ってない。すげえんです。ちゃんとお醤油。それ何が来るか。ピノが来るか。何が来るでしょう。何でしょうね。次じゃーん。これでした。じゃ一回戻しますね。はい、やだ、お米のカップ落ちてきたんだけど上から。いじめ。そしてストック。例のアイス2個。ピノ。キャラメルのやつ。キャラメル。あとね、出せないわ。あとこれカヌレ。カヌレのアイス。あ、待って、冷凍庫開けたらおしっこ行きたくなってきた。冷蔵庫開けたら寒くてぐらいじゃない。あ、てかさ、前にさ、サラダさ食べてさ、サラダのドレッシング持って帰ってくるの忘れたって言ってさ、ごまドレ開けたじゃん。そしたら地面に落ちてた。これ寒っ。寒くなったから。ストックあるの。じゃあ次何しようか。行く。あ、10分だ。あ、やばいやばいやばい、マネージャーさんに怒られちゃう。言ってないよ、何も言ってない。花摘みに来てって言っただけ。言ってないからやめて。みんな空耳だから。空耳やめて、そういうの、そういうの。みんな萎えてる。だって足が寒くなったんだもん、冷蔵庫開けて。冷蔵庫開けたから寒くなったの、足が。ファンいないのメモられてる理由を。カエルか、やばい。カエルかな、女でごめんなさい。カエルか。カエルか。カエルか。じゃあもっとカエルかなこと言うね。何にしよう。みんなが思うさ、カエルか現象何。だって仕方ないじゃん、寒くなったら。ファン減ったかも。ファン減った。どうしよう、ファン減ったらカエルが。
化させない。どうしよう、カエル化なんだろうな、カエル化なんだろうな。うーん、でもみんながレナに何かしてもあんまりレナ何も思わないじゃん。トイレ行きたいと思いながらおらってる。でもな、なんかあの公演中ってさ、あれらしい、トイレ行きたくならへんやん。けどレナいつやったっけ、いつか忘れたんやけど、ほんまにトイレ行きたくて、そうトイレ行った前に、公演中に普通行きたくならへんねん、アドレナリン的な。けどもっとカエル化させる。やってる人いるって言ったら、それもカエル化、どういうことレナがってこと、レナがカエル化レベルちゃうやんそれ。笑い声で起きた、ごめん起こしちゃって、ごめん、今フォロー外して外されました。じゃあレナがカエル化させようとした、しても、あの残ってくれる人は、まあ、レナのことほんまに好きってことで結婚みたいな、マジ結婚って感じで。マジ結婚って感じで。もうこの人やだ。マジ結婚っていう感じでお願いします。バレるのも言うのも、あー、いやでもバレる方がいい、あれじゃない、バレる方が変えるかじゃない。それはマジで思う。なよぎしって何を聞く。じゃあ何やろな、レナ、あ、仕事行ってくる、行ってらっしゃい。頑張ってね。じゃあね、あ、じゃあ残る、結婚やったら残るんや。じゃあレナは、じゃあおはようございます、言われた方がマシやん。いやー、どっちもきついか、確かに。でもレナみんなと付き合ったのかな。あ、違うわ、結婚やった、結婚したんや、みんなと。いや、した、結婚するかな、みんなと。だから厳選されたファンだけが生き残れる。いや、それな。バレる前に言ってね、ねえ、そうなるわけないじゃん、レナはみんなのことが好きだよ、好きすぎて。いや嘘だけど。嘘だけど本当にやめて、好きだよ、大好きだから。こちらも結婚するときはしないで、やだ、レナ大好きだから結婚しようね。なんで、嘘じゃないし、嘘じゃねえから、本当だから、本当だよ、この真剣な眼差しを見て。こったりです、嫌だ、みんな結婚しないで、普通にみんな結婚しないで、みんな結婚しないで、誰とも付き合わないで。本当にしてる人はどうしたらいい。や、してる人はもうダメ、みんなやだ、結婚しないで、本当に。レナはみんなが一番に好きなのに、みんなは違う人を一番に好きになるの、おかしくないそれって、普通に考えて。だってレナはみんなのこと一番に好きなのに、みんなが結婚したらレナのこと一番じゃないってことじゃん。ごめんなさい、他に好きな子がいる。え、どういうことそれ。うん、違う。
も結婚してもその人一番かなんて関係ない。嫌だ、付き合わないで結婚しないで、ファンの人たくさんいるの一番とみんなが一番なんだよ。みんなと結婚するの一夫多妻制過去逆バージョン過去逆バージョン。みんな結婚しないで、付き合わないで誰とも。じゃあ結婚してくる離婚過去逆バージョンですマジで本当にやめてね、そういう裏切りそういう裏切りやめてね、裏切りやめてね、お願いだから見ててくれる人が好きだから誰でもいい。じゃあ結婚しようね、絶対に。よし、じゃあ離婚してくれ。レナが一番じゃなかったのレナしか良くないってことでしょ。みんな本当にダメだよみんな本当にダメだよ。どういうことをしたら裏切りになっちゃうの。結婚しちゃダメ、みんな。レナと結婚してほぼ換気うん、違うで。今から怒れても許されないかそれな、買えるかい。そう、お小遣い500円やけど。そう、お小遣い500円やね束縛束縛機やば、めっちゃおもろいやんそれ。でも幸せやで、レノとずっと一緒におれんねんから。どう、ダメ。それでもみんな結婚したりしちゃうの。500円で束縛なんで束縛するなんか言ってないやん。500円だったら何もできなくない。小遣い500円でお菓子買えます。チョコパイアイス買える。それをレナに食べさせて一緒に過ぎた、いすぎると飽きるよ。飽きないよ、だってみんなレナのこと好きだもん。飽きないぐらい。小遣いはかば焼きさんたら3枚で偉いね我慢する気ある人がいるのがおもろいよね、その事実が10万欲しい。うわ、ダメじゃんそれ。ダメだよ、握手会いけるじゃん。そう、免許屋したら金額アップすんのネイルも美容院もマスクも行けない。一緒に行けばいいよ、レナと一緒に。そう、悪いことしたら300円に減るのお小遣いと昼食代は別ですか。お昼はね、レナがお弁当作ってあげるよそしたらいいでしょ。夜も帰ってきたらレナがご飯作ってるんだよ。よくないそれって。500円でもこんちゃんに会えないか。500円は無理1ヶ月500円あ、1日500円か。いやでもいっぱい貯めたらさ、1日500円貯めたら女の子に会いに行けるじゃん。他のなんかお金出してくれるの。いや、みんなの給料をからレナが管理レナが管理するの。そっから500円。 CD は買っちゃダメ。飲み会行かしてもらえないの無理なんで、一緒に焼肉食べればいいじゃん、レナと行って。そこでいい出会いがあって結婚したらどうなるの。レナは一人じゃんちょっといいかも、ほら洗脳されてるみんなみんな洗脳されてます
そうだよ、レノと一緒にいたらご飯もついてくるから。ご飯にする、お風呂にする。まだ高校生やってレナ。管理、管理です。かわいいのか兄っていろいろ吸収しなきゃ。いやレナでいいじゃん、レナでいいじゃん。何その浮気発言、やだ。天国。やばい、洗脳、洗脳組と洗脳がちょっと効かない組がいるね。いや500円で握手会に行けないじゃん。でもさ1ヶ月貯めたらいけるよね。それダメだよね。ココミもいるよ、ココミもついてくる、全部一緒に行動する。そうだよ、当たり前じゃんそんなの。オプションやめて。オプションやばいな。うんうんうん、考えてる。お小遣い500円に対して考えている。いや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 、 JK ブランドだし、まだ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 大丈夫ですから。え、なんでみんなさそんなんついてくるとかやめて、レノだけでいいじゃん。やば、みんな浮気しようとしている。みんなそういう人だったんだ。なんでお晴れのでいいじゃん、毎日毎日起きたら横でレナが寝てるとか最高じゃん。みんな結婚しよう本当に。一人の子はしません。ええ嘘でしょ、う嘘でしょ。他人じゃん、なんで。いいじゃんレナだけで。お小遣いなしでもいい。いいの、完全洗脳されてるねこれは。もう確かに朝まで起きてるね、朝まで起きてるね。明日のフェスティバル楽しみだ、浮気だ、浮気発言。それの脱ぎれな、脱ぎれなが寝ている、脱ぎれな寝てるのいいじゃん、最高じゃない。ちょっとみんな待ってて、やば、髪の毛めっちゃ抜けた。掃除機かけよう絶対今日。握手会は行かせません、そのための500円です。ちょっと待って、部屋見えてなくない？待って、今日平日やん、8時で切れるじゃん。いや8時までしないけど、旦那が仕事に行くときに。止まってないよ、止まってないよ、さすがに。バグった、回ってる、これって回ってないか。ん、え、回ってるこれ今。あ、祝日か今日、そうだ。え、待って、じゃあ祝日やったら、あ、回ってるね。なんか一瞬バグった、画面が真っ白になった。ふう、すっきり。ちょっとさ、マジさ外明るくてビビった。7時半ちゃん、やば。いや何が、いやなんで、いや何、何。いや何、いや別に何の根拠もなくない。いや何の根拠もないんだけど、カエル化に対するストレッチしてきた今。え、なに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 、普通に何。普通に何、普通に何。じゃ
半で終わるねって言おうとしたらもう半過ぎてるし。変えるか2発目。さあこれでまだ残ってる人は次の変えるかにも耐えれる人です。いいじゃん、ご飯中でも。結婚したらご飯中でも関係ないから。はいはい、いやもうだるだるとか言ったからやな。ツイートがしなかったら刺して。カエルがすぎて、カエルがすぎて、あ、待って、なんかフリオカさん起こした。なんかさっき声聞こえたもん。寝言かな。待って違うねんけど。いやいや待って待って、なんかみんな勘違いしてない。パジャマな。声聞こえた。だからずっと起きた。わからん、寝言かな。いや、れな寝言言わへんから。でも寝言寝言言うらしい。マジ無理。お腹痛。あ、ねえ、ココナがな言っとったな。あれな、マジさ、静かに寝とったと思ったらココアに言われた。寝言言ってるって。ちょ35分で終わるから。マジでこっちが無理。こっちが無理。ちょちょ、頑張ってね。最近え、ちょ、面白いこと言っていい？いや面白くないねんけど、昨日12期生初めて、おー最高です。あのな、最近気づいたっていうか、なんかよくシーン、なんか同じシーンにお、あの、あることが多くて、あのね、最近34番に出会うことがめっちゃ多いね。なんか充電見ても34なことあるし、みんなの投稿が34秒前みたいな、34分前とかやばいよな。っていう、さやちゃんは絶対絡まないでよ。そう、34はあのオーディション番号なんやけど、マジって最近34に会うことが多くて、分からん、気にして見とうからかな、34番を。それだけか分からんけど、なんか分からんけど、なんか充電の残りとかパッて見たら34とか、今24やけど全然違うけど。せやちゃんにたくさん絡んであげてよ。やさ、銭湯に34のロッカーなかった。え、なかったん？34ラッキーナンバー、なんか自分の中で。なんかオーディション番号やったから、多分す全然それだけ、理由は
私もえマジで時計見たらさ、えそう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 、時間34分とかって感じ。30分詐欺してる。取られた点数や、やば、めっちゃタイガースファン。さやねの笑顔守りたい。いやいやいや、やめてやめて、そういうなんかレナが毒みたいな言い方、私いい人なので。そうやね、マジでレナさやちゃんと話しとるときさやちゃんめっちゃ楽しそうに笑っとうから、ほんまに。ロッカーは34選ぶ、おおいいね。じゃあもう寝よう、ほんまに寝よう。みんな寝よう。そろそろ、じゃあ40分に終わるな。よ40分に終わりますね。ガチな方で、ガガガガガチな方で。さやちゃんどうさよね、私が会いに行ってニコニコしてた。いや違うね、レナの場合大爆笑やから、さよね大爆笑するから。ちょほんまにさ、よ40分に終わるから、ほんとにほんとにほんとに。それ、いやいや、愛想われちゃってマジ笑ってるから、ほんまにほんまにほんまに。すごいじゃん、シャメ取ってこうか、あげるわ。あ、取った取った、ココとココハンと昨日取った。あ、QX あげるわ、 QX あげるわ。かきらの次に、おいー好きだね。はい、あと2分、あと2分で終わります。はーい、はーい、終わります。あと2分で終わります。握手会って同じ時間帯だから買うか、やだ。レナだけ、レナだけにして。せやちゃん生きてる中で会ったことない人種。言い方ね、ここ身長ね、めっちゃスタイルいいよね。いやいや、こちらこそありがとうございます。私のカエル化発言にも耐えてくれて、耐えてくれて、朝から耐えてくれて。終わる終わる、いや本当に終わるから、本当に本当に本当に終わりますから、はい、そう、レナだけ、レナだけです。おはよう、二度寝から。配信は楽しめた、楽しめたけどちょっとファンが減ったかもしれない。耐えていません。なんで、耐えてるでしょ、みんな。ヤサだからね、ヤサだからね。カエルが耐えられないので、そろそろ一が終わるから大丈夫だって。耐えられなくなる前に終わりたいと思います。レネイガム大好きやけどね。あ、やばいじゃん、浮気だ、浮気だーい、浮気だよー、浮気だよー。そう、8時半の、あ、違う、7時半ね、9分、あ、違う、だから10分延長。ねえ、ほんとに本当にみんなさ、レナのこと好きすぎるんだよね、本当に。もう眠いよ、本当に。本当にキリネやっぱ好きかもしれん。やっぱじゃない、好きなんだよ。もう何か言ったらわかるの。本当に好きなんだって、夜の配信。好きだよ。好きだよ。はい、40分です。おやすみなさい、おやすみなさい。なんで寝ないの。いやいや、みんながレナを好きすぎて、もう何今日。いや、私公演終わりなんですよ。あの、私公演終わりでこのままずっと起きてるんですよ。で、世界の山ちゃんに行ってたくさん食べて、温泉行って、もういろんなスケジュールをこなして、こんなに起きて、あ、寝ようか、とりあえず、とりあえず寝るか。みんなおやすみ、ありがとう、今日も。ありがとう、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 ありがとう。すっきりして配信終われてよかったです。またみんなに言われる。
すみ、みんなおやすみ、結婚しようね。みんな結婚しようね。お仕事頑張ってね、みんな。多分レナを見て元気に出たと思うけど、お仕事頑張ってね、いってらっしゃい。ちゃんと頑張ってきてね。おやすみ。おやすみっていうか、いってらっしゃい、頑張ってね、バイバイ、バイ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 、頑張ってね。